美術界に新たなジャンルを切り開いたこの作品、その背景には信じがたいドラマが秘められていた。男は絶望の淵に立たされていた。死ぬことさえ頭をよぎった。そんな時、これはある光景が小さな希望の明かりを灯し、奇跡の逆転劇は始まった。終戦を間近に控えた1945年2月、熊本県八代市に住む赤崎家は悲しみのどん底にあった。父の戦死の知らせに続き、次男と長女が肺炎を患い病死、母綾乃と長男和夫の二人だけになってしまった。いつまでもメソメソせんと。捨てる紙があれば拾う紙ありよ。よかことだってあるはずじゃが。捨てる紙あれば拾う紙もおらっとじゃがって。だから頑張れ頑張れ和夫って言ってね、おりましたよ。終戦とともに生きるための戦いが始まった。綾乃は夫が働いていた鉄道会社で車両清掃員として働き始めた。仕事は重労働で給料は安かった。だがそれでも、ほら、これどうしたと。おっ母ちゃん、これくらい母ちゃんだって買えるんじゃが。絵を描くのが好きな和夫のために、まだ高価だったクレヨンを買ってきてくれた母。母ちゃん、じっとしとって。和夫は将来絵描きになっとかね。父親がいなくても人並みの暮らしをさせたい、そんな母の愛に包まれ成長した和夫は、猛勉強の末地元の進学校へ進んだ。しかしその頃、過労で倒れてしまったのだ。綾乃は決して弱音を吐かなかったが、長年の苦労でやつれ果てていた。大丈夫。母ちゃん、俺大学に行かん。働くで。余計な心配せんでよかと。俺決めたんで、必ず母ちゃんに楽させてやるでね。しかし現実は厳しかった。地方では就職口がなかなか見つからず、ようやく見つけた会社も運に見放されたかのように倒産。そうして職を転々とするうちに、和夫は31歳になっていた。このままでは母に楽をさせてなどやれない。母ちゃん、俺会社を作るでね。いきなりなんね。自分で立ち上げんところはダメかなって言って、インテリアというのをやったんですけどね。幼い頃から好きだった絵のセンスも活かせる仕事だった。また当時は高度成長期で住宅建設ラッシュが始まり、内装を手掛けるインテリア業は注目の的だった。母ちゃん、どんどん食べや。こんな豪勢なもん大丈夫ね。そんな心配せんでよか。さ、食べるが。ようやくできた親孝行。
幸せをつかんだ。ところが、そんな、でもまだうちは代金ももらってなかし、6000万円も立て替えとるんですよ。あ、もしもし、取引先の大手建設会社が突然の倒産、連鎖倒産により膨大な借金を抱え込んだ。そして母が苦労して手に入れた家を借金の型に取られてしまった。母ちゃん、ごめんな、俺のせいで。なに、自分の家を売ったくらい、人様のものを売ったわけじゃなかで。それでも一切愚痴を漏らさぬ母、和夫は落ち込んでいる場合ではないと痛感した。必死で仕事を探し、冠婚葬祭の会社に就職。真面目な働きぶりは周囲に評価され、職場で知り合った女性と結婚もした。残った借金は2000万円。家族のために地道に働き、少しずつ返済しようとしたのだが、畑崎さん、金の用意はできたんじゃろうね。何ですか？あんたの借金の債権者じゃ。どうしてこれを？2000万円の債権が和夫の知らないところでヤクザの手に渡っていたのだ。おい、今回で今回、こら、必要な取り立てが始まった。自分が家族を守らなければ。お願いします、必ず返しますから。金の工面のため駆けずり回ったが、何の担保も持たない和夫にはどうにもならなかった。晩酌尽きた和夫は気がつくと一人山道をさまよっていた。死ぬことも頭をよぎり、残された家族のことを思った。そんな時、悲しくて泣いていた時の記憶がよみがえった。捨てる紙があれば拾う紙ありよ。決して弱音を吐かなかった母の言葉、その時である。あるものに気づいたのは、これは木漏れ日に厳かに輝く白い落ち葉だった。よく見れば辺りの落ち葉も美しく輝いて見えた。胸の奥が揺さぶられ、落ち葉を集めずにはいられなかった。幼い頃の絵心がよみがえった。綺麗なクレヨンを使って思う存分絵を描いていた時の充実感に満たされた。すごかどう。一体何事ね、大きな声出して。母ちゃん、見てくんや。なかなかよかね。葉っぱが組み合わされたようなあれで、一つこうなんか山水画みたいになっとったんですね。落ち葉で絵が描けると、落ち葉を絵の具の代わりにすると、俺は落ち葉で絵を描くと。小さな頃から大好きだった絵の世界、自分が本当にやりたいことで最後の勝負をしてみたかった。世界でも例を見ない落ち葉で描く絵画への挑戦が始まった。人生のどん底で見つけた落ち葉によって一筋の希望をつかんだ和夫さん、ただの落ち葉でも生かす方法が見つかればきっと生まれ変われる。
落ち葉と自分の人生と重ね合わせた和夫さんは最後の大勝負に出ます。果たして彼を救う神は現れるのでしょうか。仕事の合間を見つけては素材となる落ち葉探し。しかしかわいそうにね、気の毒ね。借金苦の挙句ついに行き詰まったのだと誰もが思った。さらに実際の絵作りにも困難が立ちはだかった。ベニヤ板の上に貼った紙に下書きをし、色とりどりの落ち葉を絵の具のように切り貼りしていく作業だったが、思わぬ落とし穴があったのだ。葉っぱを貼り付けて数日後、なんじゃこりゃ、こんな色じゃなかったはずじゃ。落ち葉が変色、さらにはあ、虫に食われとる。和夫はすぐに対策を講じた。虫食いの問題は消毒液と防腐剤を吹きつけ殺菌することで解消。貼り付ける糊も虫が寄りつかない合成糊を使うようにした。変色の問題は新聞紙に挟んで乾燥させ色が落ち着くのを待ってから使うことで解決した。ただ一人試行錯誤を続ける和夫、昼間は仕事に打ち込み、空いた時間や休日を落ち葉の絵画に費やす日々。周りからは理解されない孤独な日々だった。そんな時、母ちゃん、それどうしたと？さあ、好きなだけ使いなさい。どうせただやって。綾乃は近所の目も気にせず落ち葉を集めていたのだ。綾乃さん、そんなものどうするんです？これは煎じて飲むと薬になるんです。母ちゃん、ありがとう。そして落ち葉を拾い始めてから1年が過ぎた頃、ついに努力が実った。自分が生み出した芸術を世に問うべく地元の美術展に作品を持ち込んだのだが、何ですかこれ、葉っぱ？洋裁画と名付けました。よろしくお願いします。これが出展した作品の一つ、夕雨の跡。素材は落ち葉のみ。他に絵の具などは一切使っていない斬新な絵画だったが、反応は邪道だということで、葉っぱで絵描いたってそれどんなにいい作品ができても葉っぱの色じゃないかと。それでも和夫は落ち葉の絵に没頭。バラや唇、髪の毛、肌の色などのさまざまな質感と色彩をいろいろな落ち葉を組み合わせて表現する方法を磨いていった。その結果、葉っぱの質感と色を巧みに操れるようになっていったが、落ち葉の絵をめぐる美術界の反応は依然として冷ややか。和夫を取り巻く状況が上向く気配はない。さらに借金の過酷な取り立ても続いていた。落ち葉の絵画で勝負するなんてやはり勝ち目がなかったのか。拾う紙など影も形も現れそうになかった。あなた、きっと
少しずつでも必ず金は返す。嫌がらせはやめっきり。もしもし。フランス語の電話、間違い電話なのか。いや、そうではなかった。まさか、そんな。一月ほど前、自分の力を試してみたかったです。確かに。和夫が作品を託したのはある美術出版社。その出版社は芸術の本場パリの美術展に日本の新人の作品を持ち込む窓口になっていた。そのパリの美術展に和夫は地元の朝市の様子を描いた作品を出品したのだが、この作品がなんと大賞を受賞したのだ。嬉しかったですね。向こうから直接こうやって電話がありましてね、なんとかフランス語でね、びっくりしましたよ。だって大賞おめでとうというようなことでね、拾う神が現れた。芸術の都パリが認めたことで、落ち葉の絵を取り巻く状況は大きく変わった。注目度も上がり、初心者向けの落ち葉のお絵描きの本まで出版され、反響を呼んだ。一方、国内の洋裁画に対する偏見に満ちた批判も徐々になくなり、個展も開かれるようになったのだ。和夫の成功を誰よりも喜んだのは母綾乃だった。立派じゃねえ。数年後、綾乃は入退院を繰り返すようになったが、それでな、今度は福岡で個展が開かれると。そりゃよかったね。病など感じさせない笑顔で活躍を喜んだ。借金の問題も解決した。やっぱり捨てる紙あれば拾う紙ありじゃね。その母ちゃんの口癖のおかげじゃ諦めなかったとは。俺にとっては母ちゃんが神様じゃが。あたいが神様ね。恐れ多か。母ちゃん、退院したら必ず古典さん見に来てね。なあ母ちゃん。母ちゃん、母ちゃん。綾乃は和夫の成功を見届け、79歳の生涯を静かに閉じた。大変な生活をさせましたね、本当に。おふくろにはですね、だけども、それが一番今頑張る原動力になってるんですよ。今年の5月には自分だけの洋裁画ギャラリーを開いた和夫さん。そこにひときわ目を引く作品があった。マジシャンが野良犬や野良猫たちに魚や肉、ソーセージなどを出して見せているというこの作品には、落ち葉を魔法のように芸術に変えた和夫さんの人生が重ねられているという。そのマジックの種明かしは、決して諦めない不屈の精神なのかもしれない。もう今日は芸術漬けですね。素晴らしいですね。まあ素晴らしい。いや、あんなお母さんみたいな女性になりたいって思いますね。あいつでも頑張れと。人はどこで何か見つけるかわからないね。だって山へ追い込まれて見つけるわけでしょ。そうですよね。自分がそういう寂しい気持ちになったり、もう行き先がないみたいな時にふと
昔のことを思い出して、あの葉っぱと出会うわけでしょ。そう。さあ、それでは、はい、先ほどの要塞がじっくり皆さんに見ていただきたいと思います。うん、あちらの方に移動お願いします。実際ですか。そうなんです。はあ、大きい作品だね。近くで見たいけど。葉っぱだ。あ、葉っぱだ。あ、これ魚とか全部葉っぱだ。すごい。そうだね。こちら半年間かけて作られたそうなんですね。はあ、すごい。あの唇の赤いのまで葉っぱだ。葉っぱだ。そうなんです。すごい。猫とかいるんですね、猫。ね、いますね。猫いる。猫には魚、そして犬にはお肉。あ、ここに犬がいるんだ。上のお肉美味しそうですもんね、なんかね。そうだよね。ずっと見てられますね、これね。こちら白い葉っぱ、はい、カラムシの葉なんですね。こちらが裏側で白くて、こちら表側は深い緑になっているんです。あ、さあ、落ち葉によって救われた和夫さんですけれども、その魅力を伝えようと全国を飛び回っています。最後にこちらをご覧ください。落ち葉の魔術師赤崎和夫さんは現在全国で要塞画の教室を開き、落ち葉の魅力を伝え広めようとしている。枯れた葉っぱの魅力っていうのはやっぱり初めて知りました。無駄なものはこの世にはないんだっていうような、優しさがありますよね。励ましをいただくこともあります。落ち葉によって救われた和夫さんの人生、その落ち葉から生まれた芸術は今では多くの人の心を勇気づけているのである。